ポール・ビクトール・ジュール・シニャックは19世紀から20世紀のフランスの画家、ジョルジュ・スーラと並ぶ新印象派の代表的画家であった。七色に彩られた尺度と角度、色調と色相のリズミカルな背景のフェリックス・フェネオンの肖像、ニューヨーク近代美術館シニャックは1863年パリで生まれた。最初は建築を学んでいたが18歳の時に絵画に、 転校した1886年の第8回印象派展にジョルジュ・スーラと共に出品している。この年の印象派展には、スーラの代表作、グランドジャット島の日曜日の午後が出品されていた。シニャックはスーラから大きな影響を受けているが、二人の画風は微妙に異なっている。もともとシニャックは、クロードモネの暖かい色彩を好んでいたが、スーラの存命中は、 彼のクールな色彩の影響下から脱することが難しかった。しかし、スーラの没後は、モネの影響がはっきり現れ、スーラの天平法に、モネの暖色系を注入し、筆色もより長く大きなものとなり、スーラとはまた異なる個性を確立した。海を愛し、自らもヨットを操縦したシニャックは、当時まだひなびた漁村であったサントロに今日構え、 海辺や港の風景、ヨットなどを好んで描いた。シニャックは、理論家タイプで無口なスーラとは、対照的に話し好きで陽気な性格であった。気難しい性格だった、フィンセント・ファン・ゴッホとも争いを起こすこともなく、アルルでの共同生活には応じなかったものの、ゴーギャンとの衝突の末に片耳を切った事件の直後には見舞いにも行っている。科目で自ら多く語らず、 しかも短命だったスーラに代わり、新印象派の理論を世に知らしめた点でも、シニャックの功績は大きい。また、知人でモデルにもなったフェリックス・フェネオンと共に、シニャックは政治的には無政府主義者であった。1932年、日本のプロレタリアートの窮状を世界に訴える、アピールを託された高田博厚に頼られると、ロマンロランに相談するようアドバイスする。 この後、ドランは、この件を引き受け、1932年9月29日ゆまにて、第一面の記事として報じられた。1935年に、敗血症のため没し,し、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。若き日のアンリ・マティスは、死にをしたって、サントロの別荘に住み込み、彼の作品から、多大な影響を受けている。高田広厚と出会う、2017年。 高橋純明誉教授による、埼玉県東松山市での講演全文オタル昇華、大学学術成果コレクション伝説、事実、真実そして、あるいは文学、ロマン、ロランイコール高田博厚大副所館発見に触れて、オタル昇華大学学術成果コレクション分水霊、岩波書店岩波現代文庫 ISBN9 長7840億603万179境県。 ポールシニャックと喜びの風景がモネとスーラの、狭間から、言語と、文化、第2巻、法政大学言語、文化センター、2005年1月、93から107ページ。堺県、ポールシニャックと喜びの風景がモネとスーラの、狭間から、言語と、文化第3巻、法政大学言語、文化センター、2006年1月、47から62ページ。 ジョルジュスーラによるポールシニャックの肖像新事実、ロマン・ロランと高田博ロ通信発見の日記、書簡から YouTube 高橋淳、小樽昇華大学名誉教授オフィシャルウェブサイト、Wikimedia Commons には、ポールシニャックに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。